ドナーとカッディージは、イタリアの小説家、脚本家、映画監督、男性。イタリア南西部のプリアシューターラント県マルティーナ、フランカ生まれ。主に猟奇的な犯罪を取り上げながら、ジェットコースター式の展開が、特徴的な推理小説で知られている。また、テレビドラマ、舞台劇、ミュージカルの脚本も手掛けている。大学で法学を専攻。卒業論文では、 1990年代に、ホリーニョの怪物と呼ばれた、イタリアの児童連続殺人犯、ルイジ・キアッティを扱った。その後も大学に残り、犯罪学と行動科学を学ぶ。大学に在学中の1992年には、舞台劇の儀曲を執筆。モリー、マーズ、イーモーガンという喜劇の台本が作家としてのデビュー作となった。イタリアのロマン派作曲家、 ビトロレのために、喜劇やミュージカルの台本を執筆した後、1999年には、イタリア映画、テレビドラマ界の大プロデューサー、アキッテ・マンツオッティに才能を認められる。マンツオッティ制作による、イタリア国営放送来のテレビドラマカーザ・フォミリアの脚本を執筆したことによって、シナリオライターとしての地位を固めた。2009年に、6人目の少女で、小説家デビュー。 イタリア版、羊たちの沈黙とも称される。この作品は、イタリア国内でベストセラーになったほか、ヨーロッパ各国やブラジル、イスラエル、ベトナム、韓国、台湾など世界各地で翻訳出版された。推理小説を執筆するにあたって影響を受けた作家として、アメリカの作家ダン・ブラウンとジェフリー・ディーバーを好きな推理作家としては、 イタリアの作家マウリツヨデジョバンニの名を挙げている。また、映画からの影響としては、イタリアの名優ジャンマリア・ボロンテが主演した一連のポリティカルスリラー映画、および90年代のアメリカのスリラー映画から影響を受けたと回答している。2012年に発表された、ラドンナ・デイ・フヨーリ・リディ・ガルタも、また推理小説に分類できるが、カッディージの他の作品とは、 作風が異なり、第一次世界大戦を背景に恋愛小説色を強く出した異色作と評価されている。この作品についてカリージは、ラブストーリーが書けるかどうかフランスの記者と賭けをした結果として生まれた作品だと語っている。2017年には、自身の小説を映画化したララガッツネル・ラネビアで映画監督にも進出。この映画で、 カッディージは2018年度のダビッド・ディ・ドナテルロ賞、最優秀新人監督賞と、イタリアゴールデングローブ賞最優秀脚本賞を受賞し、受賞は逃したもののナストロ・ダルジェント賞、最優秀新人監督賞にもノミネートされた。また、2年後には、ダスティン・ホフマン主演の監督第2作両モデル、ラビリントを発表。第作も自身の小説を原作としているが、 原作はシリーズキャラクターのミイラ・バスケス捜査官が主役であるのに対し映画版ではバスケスは登場しない客色となっている。日本とも映画音楽の作曲は90年代に舞台のミュージカルでコンビを組んだビトロレが担当している。ありがとうございます。